2回以上受験している人の合格率は 30% の狭い範囲となっていました。2月に数学6歳の少女マコさんと結婚した小室圭さんが受験したアメリカニューヨーク州の司法試験。キャンペーン中、大丈夫？今日連れてってあげるかね。この子は本当のんびり屋さんで面白いんですよ。うん、まあ性格的にね、そういう子なんでしょうから、まあ逆に喜ばしいかないようなところもありますけど。ひと仕事終えた顔しとるよ。何だったんかっていう。